3つ目はお願いしたいコーチ、お願いしたくないコーチということで、まあ、ダイレクトなあのお題ですけれども、コーチとしての自分の指針をもう少し明確にしていきたいと思います。私が駆け出しのコーチの頃にですね、すごい救われた言葉がありましてですね、ちょっと紹介したいと思うんですけれども、スティーブン・ギリガン先生っていうすごく有名、催眠で有名なあの大地さんからもおすすめだよって言われて、私受けにその方のクラス受けに行ったことがあるんですけど、ミルトン・エリクソンっていうすごい世界的に有名なセラピストの方の直弟子さんで、彼自身も世界的に有名な方です。で私当時ですね、24時間コーチってこうなりなさいみたいなことをチームフローから言われた時に、24時間コーチ大変だなとか、こう自分24時間コーチでいられない瞬間ってあるよなとか、こうなんかやらなきゃと思うけどちょっと辛くなっちゃったりとか、やれてるかなって思ったことがあるんですけど、その先生の一言を聞いて、あ、これでいいんだって思ったことがありましてですね、それは何を言われたかというと、合気道の達人の話なんですけれども、達人っていうのは軸がブレない人のことを言うんじゃないって言うんですよ。達人でもブレることがあると、だからブレないでいるっていうのは難しいんだって話なんですね。で達人は何がすごいかっていうと、ブレた時にブレたってすぐ分かって、で戻すスピードが速いんだっていう話なんですよ。だからブレていいんです、ブレていいんですよ、人間だからブレるんです、ずっと居続けるって難しいんです。でもブレた時にブレたってすぐ分かってすぐ戻せる、ブレちゃったのままでいないってことです。ブレていいんだだけで思ってないってことです。戻し気づいて戻すっていうことです。でこれをやれるのがあの達人だってことなんですね。でコーチもそれでいいと思うんです。私ブレたらブレたって気づく、絶対ブレないことなんてないと思うんですね。いい加減なところがあってもいいじゃん、まあ、いい加減なところがブレてないってことじゃない、あブレたってことじゃないんですけど、いろんな側面があってずっと居続けるわけじゃなくって、そのあ自分ちょっと違う、大事にしたいことと違うことやっちゃったなって気づいて戻ってくるっていうことがあの大事なんじゃないかなと思います。でさらに今日は自分なりの指針ですね、指針を決めて戻った時に、あ自分ブレたなって気づくやすくなったりとか、あここに戻ればいいんだっていうものをそれぞれみんなで見つけていきたいなと思います。はい、で例えば指針で言うとどんなことがあるか、例えば私が大事にしていることで言うと、さっき大地さんも言って、私アスリートみたいな生活してるって言ってもらいましたけれども、心と体の状態を常にベストコンディションにあのするということをすごく心がけてます。それこそ睡眠の量だったりとか運動の量だったりとか食べるものとかにもめちゃめちゃ気を使ってます。それはあの自分がコーチとしてクライアントさんに関わった時に、ちょっと疲れてた時にですね、ツッコミの反応がちょっと遅れたんですよ。具体的にはとかそういうツッコミの反応が遅れたんですね。で自分がいい状態だったらもっと早くレスポンスできたって思うんですよ。多分1秒も遅れてないです。自分がベストコンディションの時とそうじゃない時と1秒も遅れてないけど、あちょっと遅れたと思ったんですよ。でそれが私はやっぱすごく悔しかったんですよね。まあ、1時間とかしかないで、本当にクランさんの人生にとって大事な時間です。この一言で全然違う人生が起こるかもしれない。まあ何度でもやり直しはできるけれども、自分がちょっと関わりを変えるだけで人生って変わってきちゃうと思うんですよ。でそれを私はすごく死ぬほど後悔したんですね。もう二度とこういうことしたくないと思ったから、あのベストコンディションにするっていうのを心がけてます。心身の状態でいうとモーニングページとかをこまめにやったりとかもしています。あとはそうですね、最近付け加えた行動指針でが指針でいうと、私世界レベルの夢を持つで今実際に持ってますというのを加えました。それはクライアントさんもそういう大きな夢を持ってる人を応援したいなと思ったからです。で自分の方もちっちゃい夢だってなんかちょっと恥ずかしい感じじゃないですか。恥ずかしいから私はそう思ったんですね。なのでクライアントさんよりも大きい夢を持とうというふうに思いました。あとはクライアントさんに、私チャレンジしようよってもう毎回言ってます。もうそんなもんじゃないよと、あなたそんなもんじゃないからどんどんやろうよって言ってます。だから私もそれを言える、自分が自信を持って言えるようになるために、どのクライアントさんよりもチャレンジするって決めてます。まあ、もしかしたらクライアントさんよりもちっちゃいとこかもしれないけど、気持ちの上ではもう絶対どのクライアントさんよりも私はチャレンジし続けるっていうふうに決めてます。はい、例えばそんな感じですか、ね、はい。僕はこれ平本さんから学んだことで、やっぱり絶対に大切にしたいのは、どんなに深刻な案件であっても
どこかにユーモアを忘れたくないっていうことです。私はどっかにね、本当に人生を楽観視できたりとか受け入れる余裕というものを絶対に忘れないでいようと思ってますんで、だから技術的な目標としては、辛い案件であればあるほど絶対にセッション中にクライアントを笑わせてやると決めてます。で、ちょっとした笑いでもいい、何かそれをやるんだっていうのも自分がねこだわってる基準です。で、あとはね、もう自分の人生ので起こった出来事っていうのをね、もうその必要であれば全て使うんだっていうつもりでいます。だから、みっともない話も含めて今日もね自己開示をしたりもしましたけれども、もう全部使うんだっていうことです。やれることは全部やるんだっていうことです。で、出し惜しみしないんだっていうことです。時間は決まってるけど絶対に出し惜しみしないっていうのも自分の基準です。で、いろんなことがあると思います。で、まずね、ちょっとね、お願いしたいコーチ、お願いしたくないってシートがありますから、何ページかな、はい、見ていただくと、まあ、すごいシンプルなシートが5ページです。5ページ、はい、5ページに入ってますから、はい、そこにですね、どんどんまずブレスト感覚で書き込んでいっていただきたいんですが、で、2つ視点を持ってください。1つは自分自身がお願いしたいコーチ、お願いしたくないコーチがいるでしょ。で、具体的にちょっとね、まずイメージしてください。このコーチお願いしたいなとかね、まあ、そのお金のことでとか、それから相手のね時間のことでとか、まあ、お願いできない場合もあるかもしれないけど、例えば平本さんが、平本さんお願いしたいなと思ってください。で、どうして平本さんお願いしたいのかなと思うかっていうことです。どうしてお願いしたいのかな。あ、やっぱりなんかビジョンに惹かれるとかね、こういうビジョン持ってるからだとか、あ、こういうことね、自分自身も会社経営してるからだとか、こういうチャレンジしてるからだとか、こういう実績があるからだとか、自分がお願いしたいなと思うコーチがなんで自分がお願いしたいと思うのかってことをちょっと考えてもらいたい。逆にちょっと、まあ、ネガティブなんだけど、お願いしたくないコーチっていうのがいるとしたら、いいコーチなんだけど、いいコーチなんだけどお願いしたくないなとかね、全然いいコーチなんですけどお願いしたくない、何でもいいんだけど、自分がお願いしたくないコーチってなんでお願いしたくないんだろうってことです。何がないから、何だからお願いしたくないのか。まず一つ目の視点は自分がお願いしたい、したくないっていう視点で考えてみてください。で、もう一個はあなたのターゲットがいます。さっき散々考えてきたターゲットね、その人にちょっとなりきってみて、その人がお願いしたいコーチってどんなコーチだろうか、その人がお願いしたくないコーチってどんなコーチだろうかっていうのをぜひ考えてみてください。その人がお願いしたいコーチ像はさっき結構考えてると思うので、その人がお願いしたくないコーチとかねっていうのも考えてみるのも面白いかなと思うし、はい、で、自分がお願いしたい、したくないを考えた上でまたターゲットについて考えてみると気づきが出てくるかもしれません。じゃあ、そのシートにですね、ぜひご自身でね、まずはブレスト的に書いてもらいます。で、その上でまた周りの人と見せ合いながら刺激もらって、で、自分的にこれ大切にしよう、指針を決めていきたいと思います。じゃあしばらく個人作業です、書いてみましょう、どうぞ、はい、あと追加でコーチングのこだわりも書いてほしいんですけれども、ライフスタイルのこだわりとかもぜひ書いてもらえたらと思います。はい、私だともう西予の湯の近くに住むってもう好きなことしかしないみたいなのあるんですけど、うん、なんかどんなところに住んで、どんな生活して、どんな服装だったりとか外見だったりとかも含めて、うん、コーチングだけじゃなくて自分の人生全体でこだわってるところがあれば、 そうね、それもコーチの魅力なので、はい、ぜひぜひ書いてもらえたらと思います。はい、